わあ、おいしそうなリンゴ。これすごくおいしそう。ブルマさんが言ってたものってこれのことだよね。僕でもなんとか勝てそうだな。お前の相手は僕だ。ものだぞ。これは美味しそうだな。火が体中に満ちてくるぞ。あの、僕でもなんとか勝てそうだな。なんとか勝てそうだな。あと一つだ。あとはこれをカプセルコーポレーションまで届けないと。ブルマさん、お待たせしました。うん、それそれ、上出来よ。ありがとう。って、ちょっと事情って何が、はあ、冷静に考えたらあんたたちサイヤ人は元から無茶苦茶だし、
そんなこともあるわよね。いちいち突っ込んでたらこちゃ。さすがベジータさんと一緒に住んでるだけあって、こういうことにで、とにかく素材を持ってきてくれて、はい、はい、でさあご飯くん、どうせなら人造人間大丈夫だとは思うんだけど、やっぱり何が起こるかわからないしさ。あ、これが人造人間、お父さんを殺すために作られた。いやできたできた、うまくいったんです。うん、ご飯くんが持ってきた鉱石がうまく適応したわ。小さいけどこのチップこそが人造人間にと、さーてあとはこれを、さてど、俺、よし動けたわね。ナバ、そうか、俺はクリリンに連れてきてもらった。オッケー、記憶回成功じゃな。やった、お前たちが俺を直してくれたのか。なーに、別に構わ、それにそこのご飯くんも手伝ってくれれば修理は完了。ご飯、こんにちは孫ご飯。俺のちょっと孫君の息子だからって暴れないでよ。そんなことはしない、俺の目的。あ、そう、そういうのはあっさりしてんのね、うん、じっと見つめて、なんだろう博士。なんだね。この体どこまで治っているか動いて確かめたい。うん、まあ構わ、孫悟飯、お前も来た。悪いけど言ってくれる？まだ動き出したばっかりだし、一応俺は先に行く。ご飯くん、よろしく頼む。はい。すごいパワーの塊だ。どうですか、うん、悪くない、完全に治ったと見。それは良かったですね。ああ、彼らは俺に僕も動物は好きです。将来は学者になりたいと思ってる。それはいい夢だ、お前ならいい学者になれるだろう。そうだ、それ以外には何もない。だから俺は、俺は争いが好きではない。だからって封印するなんて。かつてドクターゲロが言っていた、
俺の姿はドクターゲロの亡くなった息子の姿を模しているとなんだが、勇猛だったという彼とは似ても似つかん。戦いを俺はこんなとこに集まってやがったか。な、そいつらをこっちに渡しな。毛皮にして高く売るんだからよ。なんだと。しかし運がいいぜ、動物どもが一箇所に集まってるなんてな。こいつら密猟だ。孫悟飯。はい。これはいいものだぞ。動物たち俺に俺の修理も手伝ってくれたそうだな。うん、実を言うと俺がお前をここに誘ったのはお前の様子が本当ならお前と手合わせして確かめようと思ったが、邪魔が入ったおかげでそれをしなくて済んだ。どうやら昔のお前とは次元そのものが違うようだな。おそらくはお前がセルゲームの鍵となるに違う。お前も俺と似たものを感じ、さあそろそろ戻ろう。はい、僕と16号さんが。どうだったね。完全に元通りになっていた。聞いたわよ、密猟者を捕まえたんだって。ドカーンって吹っ飛ばしてくれたんでしょ。さすが孫君の子。いえ、そ、うん、そうだわ、今日はうちで晩ご飯食べていきなさいよ。用事を頼んだお礼も兼ねてね。そんな。遠慮することないわよ、せっかくだし泊まっていきなさいよ。は、ご飯のやつなかなか来ないと思ったら、ぶんだ今泊まってくるって連絡。ブルマさんちはお金持ちだからな、きっとすごく奥さ。羨ましいっちゃ羨ましいけど、オラには父の飯が。やっぱオラ父の飯が一番うめえと。そうだか、お世辞でもそうまっすぐ言われるとって。
ご飯が家に帰り、しばらく。ピンチニュースをお伝えします。セルと名乗る怪物を倒すべく出動した王立防衛軍はセルの反撃を。そんな。なんで無駄に。父、オラピッコロによろ。悟空言っちまっただ。ピッコロに。さ。よう、孫か。ピッコロ、おめえってまた神様と合体する目みてえに。何？ほれ、神様とピッコロが合体したからなんとかドラゴンボールを復活させて。残念ながらそいつは無理だ。もう二度。そうでなければ神との合体をあれほどためらい。そうか。いや、あ、それじゃあさ、生き残ったナメック星、もしずっと。そんでドラゴンボールも復活だ。おお。ほら、これからちょっと行ってくる。悟空は海王様の助けを借り、新たなナメック星へ瞬間移動した悟空を待っていたのは。悟空は地球の事情を話し、新しい神様になってくれるナメック星。ムーリはそれなら適任のそのものと。でんで。お久しぶりです、ピッコロさん。ちょっと待っててくれ。すぐにクリリンとご飯を連れてくる。はっ、へへ、こいつが新しい地球。本当にデンデなのか。久しぶりだな。なあ、おい、信じられるか。こいつがご飯なんだぜ。クリリンさん、ご飯さん、お久しぶり。ねえ、神さん。はい、こんな形で皆さんにまた会え。デンデ、本当にお前がドラゴンボールを使える。新しく作ろうとしたら100日ぐらいかかる。でも地球で使っていたものを使えばすぐにでも復活できますよ。いいぞ。じゃ、それで叶えられる願いはナメック星と同じ3つ。はい。ではあの時のように一つの願いでたくさん。そういうのはなんとか最初の調整で叶えられる願いが2つになってしまいますよ。え、それでいい。ではすぐに取り掛かりましょう。これでドラゴンボールは。も、見事だ。こいつは確かに優秀。よし、じゃあオーラがドラゴン。おめえもう特訓はいいから、セルゲームまでここで出んでた。いいからいいから、心配すんなって。じゃあな。さあ、で、パッパッと集めっぞ。悟空さん、気をつけて。新しい神様に、新しい神様に、いろいろなことを。デンデに、新しいナメック星の話を聞かせてもらおうかな。しかし、本当にドラゴンボールが復活できてっかな。
パたちが暮らしてんわ。このすげえうまそうなもんみっけ。すげえうまそうなもんみっけ。こんにちは。うん。おっす。はて。ははは。やれやれじゃな。いや。え？のう。すまんの。すまんの。よし。頼むぞ。久しぶりだな。
かいやがな。さっさと片付けちまうか。なんかいやがな。さっさと片付けちまうか。お、ヤンシンチュじゃねえか。人造人間が襲うのが分かってたのに止められなかった。そういや昔海の中の洞窟で電子だぞ。こいつは妊娠中だな。何か嫌がんな。ワクワクすっぞ。ドラゴンボールを使わねえで済ましたかったが、オラだけじゃきっとセルには勝てねえが、これでいざという時の。
ちゃんと復活できたようですね。あ、サンキュなんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。こりゃすげえいいリンゴだぞ。なんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。よし。おいおい。あの女。なんだよ。しょうがねえな。よし。サンキュー。よし。おいおい。
The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder.